や、グランクラスも混んでんな。これがはやぶさ7号新函館北斗行きと小町7号秋田行きです。これもね、結構混んでおりまして、なんだろうな、通路側とか中央とかしか空いてなかったんですけども、このはやぶさ301号のこの臨時列車でさえこの中央とか通路側しか指定席空いていませんでした。なので、まあグリーン車、まあ、どうしても僕窓側ということで、まあ、グリーン車にしたんですけども、まあ、最悪窓側じゃなくてもいいなって思ったんですけど、グリーン車は結構空いていたので、まあ、グリーン車にしちゃいました。で、実際にハイブサ7号のグリーン車の見てみるとちょっと映せないんですけども、混んでて、大宮組とかを除いたらおそらくもうほぼ満席なんじゃないかなと思います。せっかくなんで、車内にいる時もちょっと後付けとかしようかなと思っています。ちょっと乗っていきましょう。ちょっとせっかくなんで、まだ発車前のも時間がありますので乗っていきましょう。ここから先はグランクラスなのでちょっと入ることはできませんけどね。これがこっちは普通のトイレで、あ、ウォシュレットもちゃんとついてます。これウォシュレットっていうのかな、ボタン、あ、ウォシュレットありますね。ここは開けてるかな、まあ、今だったらいいかな。こんな感じですね。こっちの方がすごい広いですね。この辺りですね。リクライニングを最大限までやっていました。空いていたのでね。そうするとここまで倒れました。結構倒れます。枕は上げ下げできますし、このように読書灯もつけることができます。ちょっと眩しくてすいません。テーブルのところには説明が書いてありました。リクライニングとかレッグレストっていうんですかね、そういうのもついています。このようにここのボタンを押せばレッグレストを前にすることもできます。前っていうかこのなんか出てくるんですけどもね。でこの左側に今太陽みたいな電気があるんですけども、それが読書灯のスイッチですね。でこのレッグレストをつけるとこんな感じに出てきます。僕はどちらかといえばちょっとフットレスト腹からあんま使いづらかったなって思います。ブラインドはこんな感じですね。朝食にチキン弁当をいただきました。大変長い歴史を持つチキン弁当です。上野駅を出発しました。チキン弁当をちょっと食べながらこのように動画を撮ってるわけですけども、チキン弁当を食べた感想としては、チキン弁当を食べたのはもう何十回も食べてるんですけども、何十回目かなんですけども、いやー、やっぱ美味しいですね。唐揚げとあとそのチキンライスと本当に美味しくて、僕好きなんですよねこの弁当。乗っているとかなり快適だったんですね。座席は深く倒れますし、足も伸ばせますし、雰囲気もいいしっていう感じで、本当に眠たくなった時もあるんですけども、基本起きてましたね。チキン弁当の中はこんな感じです。大宮駅を出発します。大宮の次は仙台まで止まりません。この列車はハイブス301号といって上野始発の列車ですけども、指定席は満席、グリーン車はもう大宮から結構お客さん乗ってきたのかって感じですね。ここから先列車の加速、そして車内チャイム、車内放送をお聞きください。
右側には鉄道博物館が見えます。本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車ははやぶさ号新青森行きです。全車指定席で自由席はございません。次は仙台に停まります。車内はデッキ、トイレを含めましてすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。ここで上越新幹線と分岐します。今一瞬見えたのがニューシャトルの駅ですね。仙台、盛岡、八戸、新青森。 All seats on this train are reserved. The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket. ここはおそらく利根川だったんですけども、ちょっと覚えてないですね。もうこの辺になってくるとちょっと眠くなってきてしまいました。朝起きたのも早かったですし。小山駅を通過しています。高速で飛ばしてるように見えますけども、まだ270キロぐらいだったかなと思ってます。一応スピードメーターで見たんですけどね。足はこのように伸ばせます。ここは確か宇都宮の駅だったと思います。上りホームには多くのお客さんが並んでいます。あそこまでではないけど。一応テーブルは前にもあるんですけども、この肘掛けのところにもテーブルがあります。ここは那須塩原の駅だったかな、ちょっと覚えてないんですけども、那須塩原の駅だと思います。ここで栃木県は終わり。そっから先は次、新白河、福島県に入ります。おそらくここは確か新白河だと思いますけども、新白河でございます。多分新白河だと思います。ここは福島駅です。この列車がすごい止まりそうな感じで通過しているんですけども、この列車この後一瞬だけ通過線のど真ん中に止まります。おそらく列車の詰まりとかかなと思うんですけども、この列車は臨時列車なので、まあ詰まってもしょうがないかなと思うんですけども、いや詰まってるかどうかもわからないし、ちょっと何とも言えないので、まあここはちょっと何も言えませんね。
新白川とか郡山あたりになってくると、このように300キロを超えてきます。ほぼ最高時速と言ってもいいでしょう。315キロ、16キロ、17キロと出ています。まもなく仙台です。仙石線、仙山線、常磐線、仙石東北ライン、仙台空港アクセス線、仙台市営地下鉄、南北線、東西線はこの時間です。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。仙台の次は盛岡に。すいません、車内放送の途中だったんですけども、ちょっと後付けをさせていただきます。下には東北本線が見えていますけども、乗ったのは1時間半ほどでしたが、いや本当に快適でしたね。僕そんなにグリーン車とかはそんな乗らない派なんですけども、普通車指定席で十分かなって僕は思ってるんですけども、たまにグリーン車とか乗ってみると、いや本当に快適ですね。だからといってもずっとグリーン車乗るぞってなると、もちろんお金も結構かかりますし、まあ、あんまりちょっとよろしくないかなと思いますけども、やっぱりグリーン車もいいんですよね。もうそろそろ長町の駅を通過するというところなんですけども、でも E5 系のグリーン車も本当にいいんですけども、やっぱり普通車でも E5 系はなかなか快適に過ごせるんじゃないかなと思います。結構 E5 系の指定席でも結構お世話になってはありますし、もちろん自由席も乗ったことがありますし。では仙台に到着です。はい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 、仙台もちょっと寒いですね。では最後発車仙台に送ろうと思います。今7号車のパンダって見られてたんですか？どういうことなんですかこれ？っていうことは3号車だけで動いてるってことですかこれ？まあ別にいいんですけども、ありがとうございました。